こんばんは。今日はですね、約3年ぶりぐらいにナイトルーティンをお届けしていきたいと思います。これまたたくさんリクエストいただいておりました。お待たせしました。ぜひ最後までご覧ください。まずですね、仕事が終わって今日はご飯も食べて帰宅しました。帰宅したらですね、まずはシェリーちゃんの手足を拭きます。でその後はですね、ジュエリーを外して、手洗いうがいをしていきます。帰宅したらまずはですね、休憩タイムです。シェリーと遊んだりとか、携帯を触ったりっていう感じで、ちょっとゆったりタイムです。シェリーちゃんは人形をカミカミしたりとか振り回す遊びが大好きなので、いつも人形を引っ張ります。でその後はですね、ちょっと軽く仕事が残っていたのでパソコンで作業したりします。スマホでできる仕事も多いんですけど、お家にいるときはパソコンでやっちゃうのが早いときはパソコンで、仕事をしたりしてます。でその後はすぐお風呂に入ります。私は結構お風呂の時間が自分のリラックスタイムで、長風呂することが多いので早めに入るようにしてます。お風呂の、動画はですね、撮れませんので、お風呂に入ったことを想像していただければなと思います。お風呂から上がったらですね、すぐにスキンケアをしていきます。まず土台美容液を塗っていきます。でパックをほぼほぼ毎日夜はするので、その日の気分だったりとか、まあ、自分の肌の調子に合わせてパックしていきます。このね、メディヒールのパック良かったです。でパックができたらですね、まあ、15分ぐらい放置するので、まあ、携帯で、連絡を返したりとか、まあ、SNS チェックをしたりして時間を潰します。でパックが終わったら、自分の手の温度でちょっと浸透させていきます。でその後はですね、いつも通り高保湿な、スキンケアをしていきます。夜のスキンケアも使い分けをね、いろいろしてるので、その日の、気分だったりとかコンディションに合わせて、使い分けをしてます。スキンケアが終わったら髪を乾かしていきます。まずはタオルドライで水分を取っていきます。でその後にブラシでちょっとブラッシングしていきます。ブラッシングできたら髪を乾かしていきます。ドライヤーはダイソンからね、新発売されたダイソンスーパーソニックシャインヘアドライヤーを使ってます。これは日本限定モデルでツヤ髪にね、なれるドライヤーです。まずは低温ツールをつけて髪を乾かしていきます。でこの低温ツールをね、つけることによって風量が上がって温度がね、下がるから、低温の優しい風で素早く乾かせます。ダイソンのドライヤーは風量が強くてすぐ乾くのでね、好きです。
これで大体7割ぐらい乾かせたらツヤ出しツールに変えて滑らかブラシモードでブラッシングしていきます。これでね、髪をブラッシングするだけでツヤが出てサロン帰りみたいな仕上がりになります。まあ、自分でねブラシとドライヤーを使ってブローするのは難しいんですけど、これはブラッシングするだけでブローができちゃうのでほんまに簡単です。ほら、こんな感じでツヤが出てきてるのがわかると思います。で、完全に乾いたら浮き毛抑制モードに変えて浮いている、ね、毛を抑えていきます。これはお出かけ前とかスタイリングの、ね、仕上げによく使うものなんですけど、夜にしておくと起きた時の寝癖がマシなので、時間がある時は浮き毛を抑えてから寝ます。まあ、お仕事上熱ダメージとか染める頻度も高いのでホームケアは、ね、気をつけてます。毎日使うものなので少しでも髪にとってプラスになるものを使っています。で、このダイソンのスーパーソニックシャインヘアドライヤーは素早く乾かすことができるし、ツヤ出しツールをね使えば自宅でも簡単にサロン帰りのようなツヤ髪になれるので、不器用な人でも簡単にできるのでおすすめです。はい、こんな感じでツヤツヤになりました。で、髪が乾かせたら歯磨きをしていきます。はい、お次はシェリーちゃんのご飯タイムです。夜ご飯をあげる時間がね決まってるので、帰宅した時間に合わせて遅かったら先にご飯をあげるし、早ければ私のお風呂とかを済ませてからご飯をあげます。で、その後はもうオフモードなので、シェリーとラブラブしながら、ネットフリックス見たりとか、まあ、テレビ見たりとか携帯触ったりソファーでゴロゴロタイムです。ラブラブゴロゴロタイムが終わったらですね、寝室に行ってもう寝る時間なので寝る準備をしていきます。シェリーも寝るっていうとね、分かってるのでベッドに一緒に来てくれます。で、寝る前はベッドサイドに置いている、保湿、もう高保湿のリップを塗って、から寝るようにしてます。シェリーで寝ようか。はい、という感じで私のナイトルーティーンはこんな感じです。最後まで見てくれてありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい。